でもそういうのもだんだんこう楽しめるようになってくるわけ。もうこう楽しくなってたぞ俺はと、いよいよこうなんか油が回ってきたみたいな。そこは結局もう常にシゴンドン様がさっき言った見捨てるはずがない、必ずいいようにしてくださる。失敗も欠点もさっき言った失敗も欠点も何かも全部含めてみんなこう転換して幸せな結果を導き出してくださるんだっていうことをね。でそれはどういう工程かプロセスかもう考えない、分かんないんだもん。全部ご本人、それこそお任せのよっていうのはね。ただただ久遠願書の根本の仏様っていつもそう思って唱えることね。ご精進のいら本当にここに生きてまします久遠の仏様がここにあって現れてくださってるんだなって、そこをその仏様を信じるっていうか、まあその仏様に渇望するっていうかね。で素直にお願いする。それはもう簡単だろ、知恵がいらないじゃん。そうそう、考えちゃうとそれが逆にこう止まっちゃうんだよ。本当にイメージと何度も言うように幼稚園児のイメージ、お腹すいたらお腹すいたって言うじゃん素直に。痛かったら泣くもんね、そのままもう人目もはばからず「ビー!」ってああいうことだよね。仏様の前で言ったらそういうこと。世間に歩いてたってさ、心の中では仏様を常に思って、仏様に対してはそう幼稚園児みたいな心でいつも素直に思っていけば、絶対ね喜びが出てきますよ。目の前の問題がね解決しなくたって喜びが出てくる。喜びというかな、希望というか、なんかこうね、大丈夫じゃんって、大丈夫だよ全然大丈夫だよっていうそういう心が。でどう楽しんじゃおうかなっていうのはなんか半ばそのワクワクしてくるっていうかね。その困難をだって平穏なことがただずっと1年2年続いてこらん、飽きるぜよっぽどうちのは苦痛ですよ。それよりかやっぱりこう「うんってなった方が、みんな金払ってジェットコースター乗りに行くんでしょ。それで寿命縮めてんだよあれ、相当縮まってると思うよあれ。アドレナリンがこうブワーッとか出ちゃって。で過酸化システムがバーッとなっちゃってもう大変なことになっちゃうんだよね。それでも金わざわざ高い金払ってああいうことを味わいに行くっていうのはさ、うちらはあんなとこに行かなくたって人生そのものが十分楽しめるくらいジェットコースターになるから今それがそのねウヤンウヤンってなってるとこなのよ。その時に芯さえあればどんなにこうどこまで下ったって全然平気。だってさ、仏様はさ、刃がここまで来たんだぜ、首切るぞって。その時にお前光り物が出るってどうよこれどう思うよこれもう絶対これを信じるわけ。必ずそれの何万分かの1のことは絶対に起こる。だから本当にこのそれをお示しくださってるってこともあるわけだよね。その絶対の窮地を逃れられるんだよと。そしてまさにそれをきっかけっていうか、それが起源となって久遠の仏様っていう境地を開くわけじゃないですか、久遠願書のね。それまでは常行日蓮っていう大きなその壁っていうかな、殻がまだあったってことだよね、驚愕的に言えばさ。それを死ぬか生きるかっていうところにこう追い込まれて、そこで本当に書店が本当に動いて、そして久遠願書のこの宇宙全体の根本の仏だったっていう境地をそこではっきり表さっていうさ。だから実はその困難が起きてる時が絶対のチャンスなんだよ、境外が変わるための。それすごいじゃん、チャンスが連続で起きてるとって本当に本当に次から次へと、そんなことが起きて。